ブーツィー・コリンズ、ブーツィー・コリンズ、ウィリアム・ボウト氏、コリンズ、本名ウィリアム・コリンズ・ウィリアム・コリンズ、1951年10月26日隊は、アメリカ合衆国のミュージシャンで、ベーシスト、ボーカリスト、オハイオ州シンシナティー生まれ、ジェームス・ブラウンのバックバンドを経て、P ・ファンク主要メンバーの一人として活躍し、ファンクの代表的なベーシストの一人である、 ブーツィーという名は、幼少時に、母親がつけたあだ名である。ブーツィーは、テレビと漫画が大好きな子供であった。このことは、後に、彼が、キャスバーや、ブーツィラなど、様々なコミカルなキャラクターを好んで演じたことと、関係があるかもしれない。8歳の頃から、7歳上の兄フェルプス・キャットフィッシュ、コリンズを真似て、ギターを弾き始めた。兄と同じように、ギターもベースも弾いていたが、 地元のクラブで演奏するために、兄のギターに合わせて、ベースを演奏するようになった。14歳、1966年頃から地元、シンシナティのスタジオミュージシャンとして音楽活動を開始した。1967年、ブーツイは、フィリップ・ウィン、ボーカルと出会い、フェルプス・キャットフィッシュ、コリンズ、ギター、フランキー・キャッシュは、ディ、ドラム、ロバート・マッカラウ、テナー・サックス、 クレートン・チキンがネルズ、トランペットと共にバンドを組んで演奏するようになった。このバンドは最初、ペースセッターズと名乗ったが、この名前のバンドがすでに存在したことから、ペースメーカーズに名前を変更した。1970年、ジェームス・ブラウンのバックバンド、フェイマス・フレームスが待遇改善を求めてストライキを起こした際、代役としてペースメーカーズが突如呼ばれ、 リハーサルもなしに、ステージに立つこととなった。難なくこなしたブーチーとフェルプスらは、1971年までの間、ジェームス・ブラウンのバックバンド、JBs として、ジェームス・ブラウンと活動を共にし、ファンクソールミュージック界の中心に立つこととなった。それまで、リズム隊のメインは、ドラム、リズムギター、およびホーンで、ベースは、ハーモニーの低音部であったのに対して、 ブーーィーの加入により、ベースが一躍リズム体のメインに踊り出た。ジェームス・ブラウンは、ブーーィーのベースをことのほか気に入り、ブーーィーを常にそばに置き、移動の時もバンドのツアーバスではなく、プライベートジェット機に一緒に乗せていくほどったという。ブーーィーの在籍時代に、ジェームス・ブラウンは、セックス・マシーン・セックス・マシン、スーパー・バット・スパー・バード、ソウル・パワー・ソウル・パワーなどの大ヒット曲を多く、 生み出した。しかし、LSD 等の薬物使用のため、ブーツィはステージ上にあっても、たびたび幻覚を見るようになった。1971年のある日、自分のベースがヘビに見えたブーツィは、演奏を止めて、ステージから逃げ出してしまい、ジェームス・ブラウンに解雇された。ブーツィも、規立が厳しいジェームス・ブラウンの下で仕事を続けて、行くのがきつく感じられていた時であった。 ブーツイはタキシードを着てバックに徹しなければならない j ビーズではなくサイケデリックロックを含んだ音楽やジミヘンドリックスのようなサウンドビジュアルライブがやりたかったのであった1960年代後半ジミヘンドリックスが革新的なギタースタイルで黒人による新しいロックミュージックを作り出しまたサイケデリックムーブメントがブラックミュージックにも押し寄せスライアンド ザ・ファミリー・ストームが、ロックやソウル、ファンクを合わせて演奏していた時代であった。ブーツイは、デトロイトに移住し、キャットフィッシュ、キャッシュ・ワディと共に、自身のバンド、ハウス・ゲスツを結成した。ハウス・ゲスツ名義では、JB 直系ファンクの、What So Never the Dance がベスト版に収録されている。ボーカルは、ペースメーカーズで一緒だった、フィリップ・ウィンが担当し、 またゲイリー・マッド・ボーン・クーパーも加わった。グラムロックのようなカラフルないでたちで、激しいステージアクトを行うファンクバンドとして、活動した。このバンドで活動中の1972年、スピナーズから、バックバンドをしないかと誘いがあった。また、ファンカデリ,リックを辞めたビリー・ネルソンの代わりのベーシストを、探していたジョージ・クリンも、後にパーレットのメンバーとなるマリア・フランクリンの、 紹介でブーチーに声をかけた。結局、ブーチーは、キャットフッシュと共に、ジョージ・クリントン率いる、P ・ファンクに参加した。歌手のフィリップ・ウィーンは、スピナーズに加わった。P ・ファンクでは、ファンカデリック1972年発表のアルバム、アメリカ・イーツ・イッツ・ヤングで数曲ベースを弾いたが、P ・ファンクメンバーの薬物使用が頻繁だったためについていけず、また、ブーチーにとっては、 ファンカデリックの音楽はロックより過ぎたため、一時彼らと距離を置き、キャットフィッシュやキャッシュ・ワディラと共に、コンプリート・ストレンジャーズの名で地元でバンド活動をした。しかし、パーラメント1974年発表のアルバム、アップ・フォー・ザ・ダウン・ストローク・アップ・フォー・ザ・ダウン・ストロークの録音には戻ってきて、再びベースを弾いた。そして、親指と人差し指、および、 手のひら全体を使う、スラップ双方とオートワウ、エンベロープフィルターを使い、その後の彼の代名詞ともなる新しいベースサウンドを生み出すことに成功した。パーラメント1975年発表のアルバム、チョコレートシティチョコレートシティ及び、マザーシップコネクションマザーシップコネクションではこの、彼の新しいベース音ンを聞くことができる。さらに1975年には、JB ズつながりで、 名詞をパーカー、サックス、フレッド・ウェズリー、トロンボーンらを P ・ファンクに引き連れてきた。彼らはその後 P ・ファンクに欠かせない本人となった。また、ブーツィー・ボイスをファンカデリック1975年発表のアルバム Let's Take It To The Stage 収録の B Be My Beach B Be My Beach で初披露した。このブーツィー・ボイスとブーツィーのキャラクターを活かすため、 1976年、キャットフィッシュ、フレッド、名刺を、マッドボーン・クーパー、ボーカルラとブーツィーズ・ラバーバンドを成した。バンドは、ストレッチン・アウト・イン、アイドラザー・ウー、ウィズ・ユーを発表した。ブーツィーは、星型のサングラスをかけ、星型の真っ白いベース、スペース・ベース弾き、また、キャスパー、ブーツィラ、スター・モン、ザ・カウントなどのキャラクターを演じる。 ユーモア溢れるファンキーなステージアクトを繰り広げ、一躍スターダムにのし上がった。またファンクの傑作、ボディスラムも発表している。1980年代半ばになると、P ・ファンクの活動は急速に収束し、ブーツィーも活動のペースを落とした。プレッシャーや音楽以外のビジネス面での仕事が嫌で、故郷のシンシナティでゆっくりしていたという。 しかしその後もソロアルバムを発表し続けた。1980年代後半から1990年代には、ビル・ラズウェルのプロデュースのもと、ロックやハウス的な音楽をやるなど、活動の幅を広げた。セッションベーシストとしても活躍し、キース・リチャーズ、トーク・イズ・ジープ、1988年、久保田俊シボンガ・ワンガ、1990年等に参加。2006年に、 最新アルバムを発表。最近では、日本の若手インストゥルメンタルバンドアステリズムの楽曲プロデュースを手掛けるなど2018-2010年代も現役で活動中である。ベースだけでなく、少し聞くだけで彼のものとわかる甘くファンキーで目立つブーツィーボイスは多くのミュージシャンから客演を求められている。ラストポエッツ、スヌープドッグ。 ビクター・アウッテンなどのアルバムに参加し、彼独特のファンキーさを振りまいている。またザップのファーストアルバム、1980年発表、では、プロデューサーとしても活躍した。2002年にも地元オハイオ州出身のファンクバンド、フリークベースのプロデュースを行っている。1997年、パーラメント・ファンカデリックのメンバーとして、ロックの殿堂入りを果たした。2007年の映画、 スーパーバッド童貞オーズの映画音楽をライル・ワークマンと共に担当した。2010年7月よりベース奏者向けファンク大学を創立。オンライン上でベースの演奏指導を受けられる学校である。星型のサングラス、シェイプが星、色は真っ白、キラキラ光る装飾がついたベース、スペースベースがトレードマーク。j 時代にはフェンダージャズベースを弾き、 ハウスゲスト時代及び P ファンク参加初期にはフェンダー製プレシジョンベース及びアレンビック社製プリアンプを使用していた。1975年、ブーツィーは白い星型のベース、スペースベース作成をラリープレスというクラフトマンに依頼した。このベースはブーツィーズラバーバンドのファーストアルバムのカバートで見ることができる。このベースは1977年に一度盗まれた。 翌年シンシュナティの質屋で見つかり戻ってきたため、同クラフトマンに2号機を作ってもらったが、その後20年以上もメインベースとして使用された。その後他のクラフトショップでスペースベースを作成し、2003年にはウォッシュバーン社よりブーツィーのシグネージャーモデルのスペースベイが市販され、ブーツィーもこのベースを使用している。ブーツィーのベースサウンドはディストーションとオートアウ。 エンベロープフィルターを多用した、歯切れの良い、畳みかけるようなよくうねるベースである。ビヨン、ポアと不思議な音のする、オートワウベースは、彼が先駆者であり、彼の代名詞である。オートワウは、ミューザトラーニックス社製のミュートロン EE を愛用している。ネオジオ、ネオゲオ、1987年、アステリズム、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。